今回は競い合う必要がないな。さあ、帝運、帝博士は決してあなたを忘れない。必ずやこの手で真相を突き止めてみせる。そしてもしもあなたが帰らぬ人になったなら。さあ、そろそろ慰霊祭を始める時間よ。儀式も終わったし、そろそろ。怪我をしたの？